発達に応じた意欲的な食サポートについて、まずは乳児の方から。私たちの園では個々に合わせた食事や食具の提供を行ってます。乳児の生活を整えて遊びを充実させたり、心身の発達を促すプロである保育士をはじめとして、私たちの園では 毎日看護師がいる状態を作っているので、怪我をしたこととか成長のことについて気になることがあったりしたときに助けてくれる看護師や、食事の面でサポートをしている給食室、栄養士や調理師がいます。その他に保護者というのは一番身近な存在で、一番近くでこの子、この一人の成長を支えてます。そのように多方面からいろいろな目線で一人の成長を見守ってます。さらに私たちの園では0、2歳児いちご、あんず、メロン組は担当制をとってます。いちご組は10人、子ども10人に大人4人、あんずメロンは11人、子ども11人に大人2人もしくは3人というように、複数の保育者と複数の子どもが同時に生活する場面において、一人一人の子どもが十分に保育者との意思疎通が図れる環境を作るために担当制というのを取ってます。小さい子ども、特に赤ちゃんなんかはとてもこう感情がすぐに動くので捉えにくい場合が多いです。かすかで瞬間的で捉えにくいことが多いです。今まですごくご機嫌で遊んでいたのに、急に何かの拍子にわっと泣き出してしまったりかと思ったら、またコロッと今まで泣いてたのにまたすぐ遊び出したりとか、キャッキャ笑ってたりとかっていうふうに、表情や仕草や感情などっていうのはある程度継続してその子を見ていたり関わっていることで、その子が今なんで泣いちゃったのかなとか、どの拍子にその泣き止んで機嫌が良くなったのかなっていうのは、こう担当している先生よくその子を見てくれるから、あ、今はこうだから機嫌が良くなったんだね、機嫌が悪くなったんだねっていうふうに、その子の感情を読み取りやすくなります。さらに生活のある場面っていうのは、特に食事や睡眠という時は、あの人と一緒がいいとか、この人は一緒には嫌だ、おむつを変えてもらうとか、ご飯を食べさせてもらうのにこの人とは嫌だよっていうようなこだわりがどうしても出てきます。そういう生理的欲求っていうのは自分の命に関わること、生命維持に関わる欲求でもあるので、特に安心して託せる人とゆったりとした気持ちで過ごしたいと子どもは思っていると思います。そのために担当制と言ってを取ってます。ではちょっと動画があるので、信頼関係が出来上がってくると、子どもたちはその食事に向かう時に、この先生と一緒に食べる
この料理なら美味しいだろうって、美味しく食べられるだろうって、安心して食べられるものだっていうのもだんだん分かってくるので、1対1の担当性を取ることで安心、信頼関係も生まれてきます。でさらに保育士や看護師、給食室や保護者それぞれで見守ってると、さっきお話ししたんですが、それはすべてこのように一人のこの子どもに対してみんなが多方面で連携することが大切です。例えば保育士や看護師が気づいたこと、この子に対して気づいたことがあった場合、それを保育士看護師の赤い枠だけで収めておくのではなくて、それをこの緑の給食室に伝えたり、例えば食事の形態を少し上げたいと思っているとか、この子がお家でどういう食事をとっているっていうのを給食室に伝えてくれることによって、給食室はじゃあそれならどういう形態にしようか、でこうやってこれを出してみようっていうふうに多方面で連携することによって、さらにこの子のサポートを一人一人に合わせた食事の提供というのができるようになってきます。